第108回日本陸上競技選手権大会6月30日新潟電化ビッグスワンスタジアム女子100メートルハードルでは福部真子選手が12秒86秒で優勝パリ五輪代表に内定しました準決勝で12秒75をマークしパリ参加標準記録12秒77を突破 優勝すればパリへの切符をつかむ中で重圧をはねのけました。昨年は4位で世界選手権代表を逃し、涙をのんだ福部選手。4位になった瞬間から誰よりもパリへの準備を始めたつもりなので、きっちり切符をつかむことができてよかった。私らしいといえば私らしい山有谷ありの競技人生。 去年の経験があって今があると心から言えるので周りの方に感謝したいと笑顔を見せました。近年、寺田明日香選手、ジャパンクリエイトグループ、青木益未選手、七十七銀行、田中由美選手、富士通らとしのぎを削り合ってきた女子ハードル。2019年に寺田選手が日本勢で初めて13秒の壁を突破してから、ライバルたちが入れ替わりに記録を伸ばして、 現在は福部選手が12秒73の日本記録を持ちます。田中選手はワールドランキングでの五輪が濃厚となり、寺田選手は2大会連続五輪は厳しい状況へ。それでもライバルであり、共に世界に挑む仲間たちと健闘を称える姿がありました。